どうもサラマッチョです。今日なんですが、胸のチュレーニング、いわゆる胸チュレをやっていきます。一体どうなってしまうのか。でまあね、どうにもならないんですよね。普通に胸のチュレーニングするだけなんで、まあどうにもならないっていうことは分かってるんですけども、本日も一生懸命やっていきましょう。さあ、それでは胸のチュレーニング1種目目はなんとベンチプレスです。そりゃそうでしょうよ。バーベルかダンベルしかないんですから、もうベンチで押すかダンベルで押すかフライをするか、もうそれぐらいしかやることないですから、ベンチプレスです。重量はなんと95キロ。一体どうなってしまうのか。でまあどうにもならないんですけど、まあ、これ95キロが、まあ、10回上がったらね、2セット目は100でやろうと思います。でもし10回上がらなければ、まあ、重さ据え置き、またはちょっと下げて2セット目やります。では行きましょう。どういうことじゃ、どういうことじゃ、9回しかできなんだ。10回できるつもりでやったのに9回しかできなんだ。2セット目もこの重さでやってみるんだ。さあ始まりました、第2セットベンチプレスであります。第1セットはなんと9回、10回まであと1回というとても惜しい記録に終わっております。第2セットは一体何回できるのか、1セット目を超えることができるのか。1セット目を超えるということは10回できるということであります。さあやりましょう。そりゃそうだよ、1セット目を超えるわけないじゃない。ということでベンチプレス終了。はい、では第2種目目、インクラインのダンベルプレスをやっていきますと。で私ね、昔の自分のトレーニング動画を見たら、このインクラインのダンベルプレス 47.5kg で8回か9回やってたんですよ。誰だこれは、なんだこれはと思いまして、まあ、今35キロなんですけども、まあ、それぐらいのポテンシャルを持っていると、自分の中に可能性を秘めている、そういうふうに受け取って気合を入れていきましょう。さあ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 、10回いけますかね、いけますかね、いきましょう。いらっしゃい、ウェイウェイウェイ、いけるじゃない。結構ね、余裕を持っていけたんで40キロやっちゃいましょう。さあ2セット目
40キロ行きましょうか。一時期はですね、もう肩が悪くて、もう本当に肩が痛くて、もう20キロとか、やっぱすごい、そう思って、そうだよ。40キロやります。シャンペイン。シュー。今のそうですよね、今のはね40キロ10回上がる流れでしたよね。あくそー。はい、それでは今から第3種目に参ります。第3種目はちょっとデクライン気味のダンベルフライをやります。重さは15キロですね。で、まあね、肩がね、もうずっと良くないんで、そんなね、できないんですよ。量ができないんです。で、やりすぎるとすぐ肩が痛くなっちゃうんで、まあ、最近は、まあね、2セット。まあ多くても3セットですね。で、もうちょっとやって、もうすぐ終わると。これもし肩が良かったら、もうもっともっとやります。多分、2、3倍やります。ただ今は肩が悪いので、このダンベルフライで終了。終了です。はい、ということで、胸のトレーニング終了しました。ちょっと前までは、肩を痛める前までですね、去年かな、まあ、結構ね、いろんな種目をもうガンガンやってたんですけども、最近はね、もうこれぐらいのトレーニングしかもうできなくなっちゃいましたね。まあ、昔はいかにその重たいものをどんどん上げていくかっていうのを追い求めてたんですが、今もまあそこは変わらないんですけども、いかに体を痛くなるかならないかの、このギリギリのラインで、このギリギリのラインで、いかに重量を伸ばしていくかみたいなね、そこら辺に気をつけながらやっております。まあ、トレーニングとしてはですね、まあ楽しいですよ。トレーニング好きなんで。私、I like training なんで、トレーニング自体楽しいですし、まあこういう、まあ、すごくね、ボリュームは、今日も6セットしかやってないんですけども、まあ、ボリュームはすごく低いのですが、まあ、楽しくやっております。筋肉が発達しているかどうかっていうのは疑わしいですと。ということでね、はい。これからも皆さん、怪我をしてもくじけずに、頑張っていきましょう。それでは本日も、ありがとうございました。もう、胸がムネムネします。胸がムネムネする。そういえば昔、灼熱の卓球娘というアニメで、ムネムネ先輩って言いましたよね。